で違うのはなかなかないよ。うん。そうですね。ここが一番高くて、だん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 ここでまた下がって、一番下がってるっぽいから、この高低差で8センチ以上あるから、こんだけ家が傾いてるところで。ボールね、まあ、これあんなあんまコンクリートの土間だからそんな転がらないと思うんだけど、あ、転がるねやっぱり。うん。うわあ、もう、結構。もう斜めになってるっていうのがすごいわかるね。あの夕方夜に来た時はあるんですけどね、夕方ね暗いちゃう時に、昼間来たのは初めてなんですけど、かなりかなりです、かなり斜めです。もう、感覚がおかしくなるかもしれないね。結構な斜めだねこれね。すごいんだよこれ。もうこれね見た感じ全くわからないんだけどね。とりあえず、まあ、レーダーってみましょう。これですね。ここですね。はい。一番まあ高いとこよくわかんないんだけど、まあね。これ、今ね、ざっとレーザー据えているとこで、125かな。この角、一番高いなと思うとこで、100ですね。105か。105だな。105。そして、一番角ですね。こっちの左角。真ん中の角だな。この辺は。こういこうか。156?156。150、まあ、5センチだね。まず、5センチで、こっちの角。一番下がってると思うとこですね。で、すごいね。19。19だよ。ってことは 8.5 だね。8センチ5ミリ下がってるっていう。恐ろしいことになってるよね。この壁で見た方がわかるかな。こうだね。これがこの点をつながっていくと、明らかに違うっていうのはあるかな、これ。全然違うよ、これね。まあ、5センチの違いってすごいからね。はい、こんにちは、大工のマーさんです。まあ、今回の現場ね、なかなかすごいことになってますね。自分もね、長く大工やってますけど、ここまでね、家が傾いてる家っていうのはね、初めてです。まあ原因はね、どうなってるのかって話なんですけど、まあ地盤沈下なんですけどね。まあ30年以上昔のね、分譲地で、まあそれがじわりじわり傾いてんのか、何かのね、大きな地震で傾いたのかはわかりません。まあ過去2回ほど震度6ぐらいの地震とか震度5のかな、ぐらいの地震が来てますから、この地域は。なので、地震で傾いたってこともあり得ます。だけど、まあね、じわりじわり、盛り土だったらね、ここだったらね、この場合は分譲地斜面だったんで、斜面の古い分譲地で、だんだん畑みたいになってるわけですね。なのでまあ僕の見た感じではこれはね、じわりじわり、傾いていってるんじゃないかなっていう感じです。まあ、今回の物件は、まあ空き家だったやつを、中古物件として、ご購入された方から、まあちょっと見てほしいっていうことで、まあ、ご依頼が来て、まあ、相談来て、まあ、見に行くことになってってことですね。で、まあ、こうして、まあ、そして、まあ、工事をしてるんですけど、
まあ、どの辺でね、傾いたのか分からないということですね。不動産屋さんの方からは、多少傾きがありますよというね、事前情報があったそうですけど、多少じゃねえよって感じですよね。僕からしたら、これはね、人が住んではいけないレベルってことですね。常に住むような、傾きではないですね。とてもじゃないけど。体、多分体調崩すでしょう。僕も最初、下見に来た時に、本当10分、20分ぐらいでもうなんか気分が悪くなるっていう状態でした。もう一晩、ね、その日帰ってね、一晩ほどなんかもうなんかムカムカするっていうか、なんか変な感じで、食欲もなかったっていうね、ことでしたから、非常に健康被害が出るんじゃないかっていうぐらいのレベルです。はい。あとはね、このね、家の構造がまた特殊でして、まあ見ての通り、なぜかコンクリートがの床になってますよね。まあちょっとね、今からね、床下を見てみますね。はい。まあ今回のね、床下なんですけど、このようにね、まあ、ね、鉄筋が出てますよね。これね、これがまあ、なんだかパネルですよね。これ、こんな風に浮いてるんですよ。要はコンクリートパネルによって、で、床が、作られてる。まあ、ちょっと変わった、ここで木を一切使わないってやつですね。木を一切使ってない。まあ、こういった、特殊な形で 床が作られてるってことなんですね。なかなか、こういうの珍しいですよね。まあ、厚みで言ったら、そうですね、10センチないかなっていうぐらいですよね。まあ、9センチぐらいの厚みなのかな。こういったパネルを、まあ、乗せて床が作られてるっていう変わった工法です。はい。電源庫の蓋もね、一旦まあ補強して入れておきます。よいしょ。本当はね、この、ベースになってるコンパネ自体をね、張り替えてあげたら、もうちょっとマシになるかなと思いますけど、まあなかなかね、この骨組み自体結構ね、やばいんでね、どうしてももうちょっと補強しないと、この踏んだ時の違和感ってなかなか治りませんね。まあ、今回のご依頼は、まあ、低予算、とにかく必要最低限で床を直してほしい。まあ、それに応えるべきとですね、まあ、どこまで直していいのかっていうのもありますよね。まあ、新築するんであれば、ね、ゆくゆく新築するんであれば、取り壊しっていうのを視野に入れて、本当にお金をかけないっていいと思うし、まあ、ほとんど、そうね、週末にちょっと寝泊まりするぐらいで、庭でちょっとキャンプしたりとかっていう趣味に使いたいんですっていうぐらいでした。で、本格的に住む場合であったら、まあ、取り壊して、建て替えるっていうような、ニュアンスでしたので、まあ、本格的に住むわけじゃないんだって感じですね。まあ、もちろん、これ、本格的に住むことはできません。このレベルです。2階なんかもうえぐいです。もうとんでもなくなってますから、住んじゃいけませんよってことはね、もう体調不良になるから絶対やめた方がいいよって僕は言ってます。なので、まあ、今回ね、床、とにかくこの二間だけ、ね、見た感じ、奥と手前のこの8丁間二間だけを、まあ、床のレベルを、直して、直すんですけど、ドアの下までの寸法が3センチしかなくって、直しようがないっていうね、ちょっとどうしましょうっていう感じでした。まあね、今回は、左官さんと相談しまして、まあ、ちょうどそのね、左官さんがこの工事をね、30年前かな、40年前に、自分もこの工事来たよって言ってる左官さんがちょうど来たんで、そうなんだということでね、話を聞くことができまして、ね、この土間の上にね、もう一回コンクリートでレベルを出してね、要はコンクリートを水平に打ち直して、構造用合板12ミリを直張りして、あとはまあ薄畳を節算の方で自分で引くか、まあ、クッション材を自分で引くっていう風になりました。まあ、予算をね、最低限度に抑えるってことなんで、まあ、左官工事と、まあ、僕は構造用合板はね、上に貼るだけの工事ってなりました。で、あとね、まあ、追加で、玄関と廊下のね、床のフロアの増し張りっていうのはね、追加になってます。まあ、今回の件でね、まあ、ちょっと分かってきたことなんですけど、やはり、斜面、
に立ってるね、分譲地、まあ、斜面にある分譲地で古い場合、盛り土の可能性がやはりあるっていうこと。やっぱりそれだけちゃんと確認されてないっていう部分がありますよね。そして、長い年月をかけてじわりじわりね、下がっていって家が傾いているっていうことがやっぱありますね。この1年間の間に行った3軒中3軒とも傾いてるってことなんで、僕はしたら、ちょっと不安っていうかね、古い30年以上経った、古い分譲地に立ってる家の方はね、一度ね、ほんと、30年に1回ぐらいでいいですけど、家のレベルっていうのを確認した方がいいかもしれないですね。まあ、ちょっと原因不明のね、頭痛とかね、原因不明の体調不良とか、ちょっといつもなんか調子が悪いんだよねっていう方がもしいるんであれば、こういった可能性も十分あるんで、ね、一度確認された方がいいんじゃないかなと思います。今回の件でね、ちょっと自分でも思いますけど、かなりこれは体に影響するんだなっていうことが実感できましたしね。まあ、あと余談なんですけどね、よくね、幽霊が出るような家とか、まあ、ね、ちょっと怪奇現象がある家とか、ね、ギシギシなんか変な音が鳴るんだとか、いう家あったりしますよね。テレビとかでやってたりしますよね。ああいう家をね、今よく考えたら、あの家って傾いてんじゃないのって思うんですよね。入って行って2、3分で、とかね、5分、10分ぐらいで、ちょっとが誰かが体調不良になるとかね、頭痛がするとか、吐き気がするとか、体が重たく感じるんですとかね、異変を感じるんですっていうね、ちょっとなんか、感覚的におかしくなりましたっていうような、体験とかよくありますよね、テレビとかでね。それを考えたら、これによく似てるなっていうのがね、ちょっと今回ありまして、まあ、もしかしたら、ああいった怪奇現象とか心霊現象あるような家って、実は傾いてるんじゃないのっていうね。家も木造で傾いていくと、綺麗に傾いてるわけじゃないんで、やはり部分部分で傾いてると、やっぱしギシ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 、ね、家がイオンをね、鳴ったり、イオンがね、結構鳴ったりとかしますしね。やっぱ体調不良とか十分あり得るんで、もしかしたらそういった家も傾いてるんじゃないのっていうふうにちょっとね、今回の件でね、思うようになりましたね。まあ、何分ね、何十年かけて徐々に沈んでいったらね、気づかないんですよ、人間は、住んでる方は。もう慣れちゃって。なので、住み続けることによって気づかないまま行っちゃってるってことで、まあ、ふとね、僕らが、多分大工さんとかが行くと、この家傾いてますねっていうね、ね、体調ちょっと悪いんですかっていうね、ことになったりすると、まあ、十分これあり得るってことですからね。まあ、今回はね、コンクリートで水平をね、取るので、まあ、部屋の四方に、水平の隅を、目印になる隅をね、打ちます。で、中の方にはね、コンクリートビスを打ち込んで、レーザーの天板に合わせて止めておくってことですね。まあ、それを基準に、水平に、まあ、コンクリートを打ってもらうっていう風になってます。で、まあ、今回はね、運がいいのか悪いのか、まあ、左側の掃き出しサッシの部分にね、ちょっと高さ、またぎしろがあったんで、まだね、コンクリートが、8センチぐらい、6センチか8センチぐらい上がってきたとしても、まだ逃げしろがあったということ。入り口のドアの下場の方が高かったっていうことなんで、そっちをゼロに持っていけばなんとかなりました。あと2部屋はね、つなげないっていうことなのでね、間仕切りの壁をつけるってことなんで、別々でね、水平を取ることにしてます。韓国の大成建設のな、したやつでな、パケしてな、こんな家多く建ったんや。そうなの？で、我々ここで来とんねん。知っとんの？この仕事してる人に建てんのな。あ、これ聞いたことあるの？これは酒屋で一挙パやってんの。はあ、で、これを建て方の時はわしら来てな。そうなん？で、聞いたことあるの？あんたやねん。ほら。で、ちょっと天板まで塗ってよ、言うて。ビスどこは？捨ててくれ何箇所かな？定規はだから2メーター1500もあったらいけるんだ。1500ぐらいで。で、まあ、ここが一番高いっていうのは大体マジックで収集しておくやつや。ほんで、